大阪圭吉作『人食い風呂』床屋の金さんは独りんの着やすい都合で今夜は馬鹿に遅く赤臭い銭湯に浸っていた何でも三助の吉公の説によると銭湯などというものはもともと一種の水商売なんだから新築の銭湯にしたところで ものの二年もすればもう水気に侵されて、どこやらにちょいちょいシミができたり凹んだり、結局一応は手入れするものだそうだ。で、ご多分に漏れず、この柳湯も、もう青ペンキ塗りの天井に、満州国みたいな大きな地図ができたり、長芝のタイル床にお尻のはまりそうな深いくぼみができたりして、なるほどこれではお説通り、 早速にも修繕しなければなるまい。けれども床屋の金さんにとっては、天井にシミがつこうと床にくぼみができようと天から苦にもならなかった。金さんがこの町内へ越してきてからほとんど一年近くという間、毎晩毎晩こうして柳湯をひいにしているというからには、それ相応に深刻なわけがあってのことなのだ。 何しろ、仙洞の娘のお花ちゃんのぽってり顔と来たら、しみもくぼみも断じてないんだから。金さんは、我と我が心にそう言い聞かせる。で、今夜も、そんな風に念を押しながら湯から上がった金さんが、カランによって上がり湯を使いかけたときに、番台で当のお花ちゃんが、黄色い声で三助のよしこうを呼びつけた。 もう姉妹湯で呼ばれたこうはたわしをつかんだままのこのこと出かけていったが、すると間もなく何か間違いでも見つかったと見えて、女湯の板の間がなんとなく騒々しくなってきた。そしてそのちょっとした騒ぎはだんだん大きくなって、やがて頓郷な主人の声で、やれ裸のままでとか、やれ飛び出したとか聞こえてくると、 思わず金さんは、他の二三の裸男と一緒に、失礼な次第ではあるが、板の間の境の板戸を押し開けて、店じまいとはいえ、まだ二三の婦人客がしどけない姿でうろうろしている中を、ぎろりとばかり覗き込んだものである。そこで持ち上がっていた事件というのは、主人のジンベエの説明によると、 もう閉店時間に近いというので、そろそろ店じまいに取りかかったお花ちゃんが、いつもの癖でお客さんの忘れ物はあるまいかと、板の間の衣服戸棚を調べ始めたときに、ふと妙なことに気づいたのだ。というのは、もう女湯のお客さんは三人しかいないというのに、戸棚の中には、なんと四人前の着物が入っている。 そこで三助の吉子を呼んで、流し場のどこかにもう一人お客さんはいないか見てもらう。主人のジ兵衛も顔を出す。三人のお客さんに尋ねる。が、結局それも無駄で、和合の衣服戸棚にあった一組の着物が、どうしても余分になってしまった。というのだ。はーてねえ。床屋の金さんは、 思わず腕を組み込んだ。かのこしぼりの粋な浴衣と、横島の伊て巻きと、モスの湯巻きと、それからタオルとニッケルメッキの化粧カゴが、ジンベイの手で、板の間の花むしろの上へ寂しそうに並べられた。なるほど奇妙な忘れ物である。金さんはまず首をできるだけかしげて、この間の事情を考えてみた。 いや、考えるようなふりをしながら、横っちょに立っているお花ちゃんの美しい耳たぶに、ちらちらと怪しげな視線を送っていた。これではとてもこの間の事情は考えられまい。が、やがて顔を上げた金さんは、そこで計らずも、ジンベイの毛源そうな視線にぶつかると、照れてドギマギして、とうとうそのまま表へ飛び出してしまった。 柳湯のジ兵は、ふうっと大きなため息をした。さて、世間というものは妙なもので、そんなことがあってから二日三日とするうちに、もうそろそろ秋風がたって、だいぶん話題の枯れかかったそこらあたりの夕涼みの縁台で、この奇妙な女湯の忘れ物事件は、ひどく耳新しい話題となって、だんだんやかましく噂されるようになってきた。 あんまりあがり湯が熱かったんで、あの着物の持ち主は、きっと急に気が触れて、裸のままで柳湯を飛び出したに違いない。金さんと一緒にあの時柳湯に入っていたラジオ屋の時さんは、この裸で飛び出すという点に、やけに力を入れて力説し始めた。すると柳湯の隣の薬屋のおかみさんは、 そういえば、あの晩見たこともない妙な女が、確か湯船の隅の方で、こう真っ青な顔をしながら使っていたようだ。と言い出した。そこで付近の娘や女将さんの中からも、私もそんな女を見たようだ、とか、いいえ私は見なかった、とか、随分様々な意見が飛び出してきて、とうとう床屋の金さんは、 こんな調子で行くと、お花ちゃんの家の人気に関わると、そろそろ気を揉み始めた。ところが、なんと驚いたことに、それから5日ほど後、またしても、奇怪な第二の女湯忘れ物事件が持ち上がったのだ。ラジオ屋の時さんからそのニュースを聞き込んだ金さんは、もう自分のことのように上がってしまって、時さんと一緒に、 早速柄にもなく、朝ゆとしゃれ込んだ。柳湯のジンベは、青い顔をしてしょんぼりと番台に座っていたが、金さんやときさんを交えた数人のお客さんにせがまれると、とうとう仕方がなさそうに立ち上がって、のこのこ奥へ入っていった。が、やがて風呂敷包みを抱えて戻ってくると、みんなの前へ広げて、 中から黒虫のボイルの浴衣と、鱗島の夏帯と、モスの湯巻きと、それからガーゼの手ぬぐい、石鹸入れ等を取り出した。つまりこれが昨晩、あそこの地合の衣服戸棚から出てきたんですよ。いや、どうも困ったことになりましたわい。そう言ってジンベイは、それらの妙な忘れ物を前にしながら、 この前の忘れ物もまだ持ち主が出てこないとか、これは多分何かのちょっとした間違いからできたことで、こんなに騒いでもらっては手前どもの立つ瀬がないというようなことを、愚痴っぽい調子で喋り始めた。なるほど、いちいちごもっともな次第だ。金さんは鏡込んで、ジンベイの話を一生懸命に聞きながらも、なんとかして、 このお花ちゃんの店の上に降りかかった難事件を見事に解決してみたいものだと思った。もしも俺が探偵だったなら、金さんは奇妙な忘れ物の浴衣をそっと取り上げた。そうだ、もしも俺が探偵だったなら、まず第一にこの浴衣に目をつけるんだが、そこで金さんは、 黒地の浴衣をあれこれとひねくり回し始めた。顔を近づけて浴衣の袖に手を突っ込んだり、裏返したり、果ては鼻を押し付けて匂いを嗅いだり。だから先生、急に顔をしかめて持っていた浴衣を投げ出した。多分そこには、むせ返るような中年女の体臭がムンムンしていたに違いない。 そこで居合わせた二んの四角は、こいつ物好きなやつだな、と言わんばかりの顔つきで、じろじろと金さんをねめ回していたが、やがてジンベイの愚痴にけりがつくと、天でに難しそうな顔をしながら、首をひねりひねり返り始めた。で、少なからずむっとした金さんは、でも、ラジオ屋に促されて、しぶしぶ柳湯を後にした。 噂というものは恐ろしいもので、ラジオ屋流に言えば、二人のラジオを飛び出さした柳生の怪事件は、日ごとに大きな評判となって、それがまた様々に階段じみた尾ひれ背びれをつけられて、やがて誰も彼もがそれぞれに名探偵を気取り始めた。とこきんの店先では、今日もラジオ屋のときさんが、相変わらず、 裸で飛び出す、を主張していた。するとなんかね、時さん。と、下手屋のサイの顔を当たりながら、金さんが言った。つまりお前さんは、あの着物の主が、裸で大通りへ飛び出しながら、誰にもそれを見つけられずに済んだとでも言うんかね。じゃあ、金さん。と、時さんが行きまいた。 もしも裸で飛び出さなかったとしたなら一体どういうことになるんだいすると金さんはむきになって「いやトキさんつまりそこが問題なんだ」「ちょっと今度は仕立て屋の細君だ急ぐんだからさっさと当たってちょうだいな」「へへへい」そこで金さんはカミソリを持ち直した が、しばらくすると、再びトキさんが口を入れた。ああ、わかった。じゃあ、あの女は、柳湯のどこかに隠れてるんだ。するとトキさん、金さんはまた向きになって、もしも隠れてるんなら、なんとかその女の家から探して出そうなもんじゃないか。そりゃあ、金さん。 と、トキさんも負けん気で。一人者ってことがあら。そうそう。それに、あの柳湯の隣の薬屋の女将さんだって、見たこともない妙な女が、こう、青白い顔をしながら、湯船の隅に浸ってたって言ってるじゃないか。なるほどね。お前さん、仕立て屋のサイ君だ。 あたし急ぐんだからね。それに第一、あんな薬屋のお民さんの言うことなんぞ、当てになりゃしないよ。へえ、あのおかみさんってそんな女ですかいと、ときさんである。そりゃお前さ、とうとう仕立て屋のサイ君が、ときさんの方へ向き直った。ラジオ屋さんは知らないの あのお民さんって女は、薬屋の野よりさんに繊細を追い出さして、その後添えに入ったくらいの、なかなかのしたたかものですよ。おや、じゃあ、あのおかみさんは、五歳なんですかい。そうですとも、と、ぼつぼつ熱くなりだした様子で。繊細の初江さんってのは、そうね、もう二年になりますね。 何でもあれは、柳湯がコンクリートの基礎工事をしてる頃でしたっけ。あのお民さんのおかげで、とうとうかわいそうに、利縁にされてしまったんですよ。もしも、私が探偵さんだったなら、まず、あの後に残った着物に目をつけるわ。いや、私と同感だ。思わず金さんが叫んだ。 おや、お前さんもあたしと同じなのまったくそうですよ。着物にはね、どんなものでも、多かれ少なかれ、下手癖ってのがあるんですよ。寸法といい、くけ方といい、そこで誰が着たものか考え出していくんですよ。うん、なるほど、ますます同感だ。と、まあそんなわけで、 金さんは早速その晩時さんと一緒に柳湯にやってきたところがレンガ造りの柳湯の門を一歩踏み入れた金さんとその相棒は不意にギクッとして立ち止まってしまったなるほどどうしたことか柳湯は電気が消えて真っ暗である見れば入り口のガラス戸に何か紙片が貼り付けてあるようだ 近寄ってみると、街灯のほのかな余韻を受けた半紙の上には、都合により、本日よりしばらく休業いたします、柳湯、と書いてある。途端に金さんはふらふらっとなった。柳湯は引っ越したのかするともうお花ちゃんはだが金さんは、まもなく元気を取り戻した。 ラジオ屋のトキさんが、横の方の勝手口の格子戸に、薄明かりを見つけたからだ。こんばんは、ごめんなさい。戸を開けて、二人はどんどん奥へ入っていった。すると、とっつきの茶の間には、伝統が一つ灯っていて、その下でジンベエが大あぐらを書いて、どうやら晩酌の最中だ。そこで、 トキさんが早速要件を切り出してくれた。最初のうちジンベイは、うさんくさげにギロギロと二人を見回していたが、トキさんの外交よろしく、とうとう立ち上がって、不祥不祥、あの妙な忘れ物の入った大きな風呂敷包みを持ち出してきた。キンさんは、むさぼるようにその包みを受け取ると、早速中身を取り出して、 たたんであった二枚の浴衣を広げると、薬きになって、例の下手癖なるものを調べ始めた。が、金さんは、まもなく大きな失望にぶつかった。仮に下手癖が見つかったとしても、どうしてそこから持ち主を考え出せばいいんだおまけに着物は、別々に二組もある。二組も、二組。 おや二組とも、無論下手癖は違うだろうな。いや、待て待て。金さんは何と思ったか、黒いボイルの浴衣を、かのこしぼりの浴衣の上へ置き重ねた。そして雪や竹をピンと貼り合わせてその寸法がぴったり合うと、急にドギマギしながら、今度は裏返して、 襟のくけ方やおくみに縦づま、さては袖つきやぐ口から肩あて意識あてに至るまで、ことこまごまと針の運び癖まで比較し始めた。ジンベイはいささか呆れ果てて、白目で見ながら横を向いたふりをしていたが、やがて金さんが、二枚の浴衣の匂いを嗅ぎ合わせて顔をしかめ始めると、とうとう立ち上がって、 こいつよくよく悪い癖を持ってるわい、と言わぬばかりに大きな空席を一つした。すると今度はラジオ屋のトキさんが乗り出して、一体どうして銭湯を休業したのか、トキさん一流の先方でしつこく尋ね始めた。このぶっきらぼうな質問には、いよいよジンベイも困ったらしく、 何とも言いようのない苦々しい顔をしながら。いろいろご厄介になったが、実は、もうこの建物は、某所へ譲り渡してしまったんです。え、売ったんですってと、盛んに考え込んでいた金さんが叫んだ。一体、だ、誰が買ったんですかいや、いずれわかるでしょうがな。 ジンベイが続けた。その譲り受け人の手で近日中に新しく開業されるはずですよ。もっともその売買の話というのも今日や昨日に始まったものではなくてもうこんな嫌な事件がぼ始まる数日前からあったんですが値段の点でなかなか話が進まなかったんですよ。 金さんの目が急に生き生きと輝き出した。こいつは面白い。うん。とうとう金さんはうなり出した。確かに面白い。わかってくるぞ。一体誰が銭湯を買ったんですえ一体誰が野りさん。野り純一さんですよ。野り、はて。 聞いたことのある名前だが、お隣の薬屋さんだよ。トキさんが口を入れた。うん、なるほどね。と、キンさんは一人で感心しながら、仕立て屋のおかみさんはうまいこと言ったもんだ。なるほど、あんな女ならこれくらいのことはしでかすぞ。ねえ、ジンベイさん。 どうもあんたは、どえらいペテンにかけられかかっているらしいね。お前さんの言うことは、さっぱりわしにはわからんが。わからん。つまり、この、なんというかな、手っ取り早く言うと、この柳湯に、すげえ宝物が隠されてんですよ。で、その宝物を手に入れるために、この柳湯を、 ジンベイさんの手から、できるだけ安く、できるだけ早く買い取る。うまい。トキさんが手を叩いた。なるほど。で、そのために薬屋夫婦があんな妙な芝居を打って、この柳湯の人気にケチをつけたってわけなんだな。素敵な名案だ。するとジンベイが言った。 どうもまだよくわからんが、じゃああの妙な忘れ物はどうなりますかいそりゃあさ、ジンベイさん、と金さんが言った。どうせ夏物は薄いんだから、浴衣も湯巻きも帯も二枚ずつつけてきて、帰りには一枚ずつ残していくってこともできますよ。うーん。と、ここでジンベイは、 目玉をぎょろりと光らせながら、それにしても、その宝物っていうのは、一体、この柳湯の中のどこにあるんですかいすると、金さんは頭を抱えるようにして、悔しそうに考え込んだ。が、やがてその視線が、いつの間にか襖の影から現れたお花ちゃんの、 シみもくぼみもないきれいなぽってり顔にぶつかると、まるで電気にでも打たれたように飛び上がった。そうだ、きっと流し場に違いない。ジンベさん、ツルハシを貸してください。そこでジンベは三助のよしこを呼びつけた。そしてまもなく一同は男湯の流し場へやってきた。すると、 例のタイル床の上のお尻のはまりそうな大きなくぼみの前に立ち止まった金さんは、ジンベイの差し出したろうそくの明かりを頼りに、三助の吉光からツルハシを取って、目の前のくぼみの上へ、続けざまに鋭い刃先を打ち下ろした。タイル床の上には、みるみる大きな穴が現れた。そしてその闇の中から、 目の覚めるような金色の、いや、とんでもない。多分、着物の色の汗たのであろう。まるで、白いボロボロの強肩びらに包まれて、なんと薄汚い、一組のドクロが見え始めてきた。ややっと、突然、金さんの頭の中へ、仕立て屋の女将さんの話が、 もりもり首を持ち上げてきた。二年前、柳湯の基礎工事の頃、薬屋の繊細の行方。そうだ、と金さんが叫んだ。こりゃ、薬屋の繊細の、なんと言ったっけ、初、初江さんのドクロだ。こいつがつまり薬屋の、 人手に渡したくない宝物だったんだ。さて、明くる朝、柳生のジンは、娘のお花ちゃんを連れて、トコへお礼にやってきた。金さん、とお花ちゃんが恥ずかしそうに言った。でも、どうしてあんな素晴らしいことがわかったのいや、あれはその、つ、つまり、 勘ですよ。と、金さんは、照れてどぎまぎしてうつむいてしまったが、ふと何かを思いついて顔を上げると、話を紛らすようにジンベこう言った。ああ、それから、あの薬屋のお民さんは、脇がですね。